という次第でございまして、薬膳薬さんを新しい彼女として迎え入れさせていただいてもよろしいですか。やあ、よろしく。薬膳薬なのだ。より多くの異性と同時に付き合う方が効率的。素敵。別に効率のために付き合ってるんじゃないからね。それで聞かせなさいよ、自己紹介の続き。うん、薬はな、薬が大体大好きなのだ。ちょっと大丈夫なのこの子。大丈夫、うわ、まだだって言うから。むしろ不安になるレベルの大丈夫。ちなみに薬の影響でこの姿だけど、本来は3年の先輩なんだ。薬に人生蝕まれてんじゃないの。